おい、そこの JK。 ん？こんな時間に何してんだ。家に帰れ。じゃあタダで止めて。あ、おはよう。なんだお前。なんだって言われても女子高生ですとしか。金がない、住む場所もない、じゃあ男を誘惑しようとかいうバカ極まりないお前の思考を叩き直してやる。どうしてこいつは真っ当に青春をして、真っ当に恋をして、そういう風に生きられなかったんだ。吉田くん、今日は誘ってくれてありがとう。吉田くん、恋人できたでしょ。もし私の運命の相手が吉田先輩だったらどうしますか。お前さ、彼女できたって噂だぜ。女子社員たちが言ってた。本当は女子高生ちゃんなのにね。おかえり。ただうわ、おっさんじゃん。ああ、うちあさみって言います。気軽に呼び捨てにしてオケだから。やろー。確かにこいつは容姿も俺の好みじゃないが、まあかなりいい方だし、家事もできるし愛想もいい。なのになんで家出して、はるばる東京まで来ちまったんだろうな。ひげを剃る、そして女子高生を拾う。2021年4月より東京 MX 他にて放送開始予定です。